クロマックス。いつも適当だけどね。まあ、いやいやいや。結構適当なことしてるよ、俺ね、もうね。そうですね。ということで、はい、今ね、熊本県芦北町4時半ですね。ちょいちょい休憩を取りながら事故を起こさないように安全運転、まあまあ早め早めに予防線じゃないけど大事ですよね。そう、何か起きる前に必ず休憩取るようにしてるんで、はい、まあ、距離的にはでももうあんまないもんね。あと111キロという。ああ、まだ100キロ以上あるんだ。まだもうちょっとありますね、はい、了解。あと100キロぐらいということでね、はい、進んでいきたいと思います。行きましょう。行きましょう。ガスってるんで対岸側が見えないけども、はい、どうだ。おー、いいね。おー、綺麗。いや、いいな、この海苔。海苔が美味しそう。海苔が美味しそう。さっき海苔食べてちょっと美味しかったから、もう海苔が美味しそうにしか見えないもん。ということでね、はい、一旦国道3号海からまた離れまして、はい、山間部の方に入っていく様子でございますと。はい、今ですね、鹿児島県の出水市に入ります。あ、鹿児島まであと90キロ。90キロ切ったぜ。切りましたね。桜島の看板が見えてきた。桜島の看板が見えてきたが、いや、桜島は相当遠いですけど、看板が見えました、ね、なんで桜島の看板があったの。なんだ。分かった、鹿児島県に入りました。おめでとうございます。おー、ていうかさっき出水とか言ってる自分、鹿児島県に多分読んでました、ね、鹿児島県入ってたで、鹿児島県入ったということで最後の県でございますよ、はい、国道3号。そうですね、最後の県、鹿児島県を噛み締めながら、よく分かんないけどそう、鹿児島県を噛み締めながら車を前に進め、はい、国道3号を最後ね、ちゃんとしっかりと、あ、国道3号をしっかりとね、はい、走り抜けてやろうと、うん、いうふうに思いますが、あ、ここどこ。国道3号から少し逸れて、はい、場所が一木串木の市っていうところなんですけど、はい、そこでね、あの、はい、3号ゴールする前に食べようということになりましたと、はい、でね、あとね、ここの一木串木の市、マグロラーメンっていうのが有名なんです。そうですね、ちょっとこの港の近くでマグロラーメンっていうのが人気のお店だったみたいなので、じゃあそれだったら、はい、じゃあそれを食べようよということ で、 そうですね、今ちょっとそこに向かって車を進めてきたんですが、はい、なんかね、さっき電話したら混んでるってことで、そう、今見たらね、あの、はい、混んでた。あ、じゃあ、みそのさんってとこですね、はい、こちらでこれからラーメンいただこうと思います。はい、ということで、はい、マグロラーメン食べてきたんですが、はい、奇跡が起きたね。そうですね、水中探検カメラマンの、はい、広部俊明さん、はい、に突然お会いすることができたと。いや、びっくりした、はい、いや、っていうのもなんでかっていうと、はい、マグロラーメン食べましょうっていうことで駐車したんですが、うん、隣にね、止まってた車が車両左側、はいはい、助手席側の後部座席の窓に、はい、ここでいっか、後部座席、助手席側の後部座席の窓にね、はい、あのカメラつけてたんですよ、外側に、うん、あのパワーウィンドウに挟む形でね、はい、外に向けてカメラが1個ついてたんです、はい、で、その車にあの男性がね、
1人乗ってたんです。待ってる間にその方が車から出てこられたんで、車とかで撮影とかされてるんですかって言ったら、うん、そう、俺あれなんだよっつって、広部俊明って言うんだよって言われて、この間 YouTube 騒がしてさ、ほら畑道子と離婚した旦那旦那って、っつってって言って、本当っすか、水中カメラマンやってんだ俺っつって、はいはいはい、マジっすかっつって、いろんなお話させてもらったりして、でよかったら映像提供するよみたいな、はい、みたいな、すごくなったらじゃあ一緒に仕事しようよみたいな感じのことまでね、気さくにお話してくださったんで、いやよかったね。いやでもこれもうだからすごいよ、なんとなくね、一木口言えてないけど、また一木口木のしね、はい、たまたま立ち寄ったとこでたまたまいて、やっぱ出会いって大切ですね。かなり感動しております、はい、このまま、鹿児島ね、あと30分ぐらいかな、うん、そうですね、なんで、まあ、はい、雨もね、ちょっと緩くなってきてるっていうところもあるんで、はい、このままね、3号線走破まで撮影を続けたいと思います。はい、行きましょう、行きましょう。はい、ということで、はい、もうすぐで国道3号線走破という形ですね。そうですね、はい、8日前に国道1号日本橋を発してね、はい、とこ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 と1号、2号、3号ということで走ってきましたけれども、はい、実際この車中泊してみて、まあ、車がある方であれば本当に気軽にできますし、まあ、どんな車でもね、寝ようと思えば寝れないこともないからね、はい、まあ、人数とかにもよると思うんですけど、車の大きさとかにもよると思うんですけど、まあ、誰でも気軽にできますし、またそのかかるそのガソリン代とかも鹿児島まで来てもそんなに多くかからないで、そうね、はい、で各地の料理も贅沢しすぎなければリーズナブルに済ますこともできるので、ところどころ美味しいもの食べればいいだけだからね。そうですね、なんで本当にこの気軽に楽しめて、でなおかつその移動中にもね、景色を楽しむことができてっていうところなので、そう、ね、車中泊すごくいいなというので、お風呂も全然入れるからね。そうですよね、また温泉だから全然できちゃうなと、そんなにお金かかりません、本当に。いや本当にそうですよね、うん、まとまった連休を使ってこういった車中泊楽しめば全然楽しめちゃいますし、ね、人に迷惑さえかけなければ、うん、気軽にお金をかけずにいろんなところを見て回れる、はい、いろんな美味しいものを食べて回れる、いろんな景色をね堪能できるっていう、はい、いい旅かなと。結局ね、はい、こういう経験したもん勝ちなんで、したくなきゃいいですよ、したくなければ。ただしてみたいなと思ってるのにやらないっていうのはものすごくもったいないんで、やりたいと思ったらやった方がいいです。なんかね、やらない言い訳作ってるよりやっちまえなんて言ってますけど、よく言ってます、ね、そうなんかね、やりたいなって少しでも興味あるんだったら、はい、なんだかんだやらない、でも時間がとか家族がとかお金がとか言うんだったら、なかなか先に進まないんで、やりたいことはやっちまえと、はい、そう、やらない言い訳探してる前にね、やりたいことがあるんだったらどんどんやっちまえと、でやってみたら何か問題起きる、トラブル起きる、で怒られるなり失敗してね、痛い目見るなり危ない思い見るなりっていうのは自己責任ですから、はい、そう、そういうのをね、最低限ルール守って人に迷惑かけないようにやって、はい、自分たちが楽しいことを楽しいようにやったらいいんですよ。これ見てる方、結構長々語ってる部分多分使うのかな、どうなのかな、使いましょう、使うんか、まあ、使うんだったら、まあ、長々話してはいますけど、はい、これもここまでね、こういうスグルが語ってるね、うざい話をね聞いてくださってる方、今後も、はい、クロワークスのチャンネル、ブログ、その他コンテンツ応援していただければと思いますので、はい、はい、どうぞ今後ともクロワークスをどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。したら、はい、このまま真っ直ぐ行くと10号っていう形なんですが、はい、この交差点を越えて終点でございます。はい、おそらくこの公園ですかね、中央公園。そうだね、そこが多分モニュメントがある感じかな。はい、さあ、ここが終点です。ここを信号青になって終わったら国道3号すべて終了。おー、国道3号走破でございます。来ましたね、来ましたね、最後だからね、最後だね、レンズ入ってね、メガネかけちゃうから俺ね、どうでね、はい、結構雨降ってんな。そうです、さあ、青になった、行きましょう、行きましょう、ということでね、国道3号制覇おめでとう。よっしゃ、行こう、よっしゃ、来た、最後終了でございます。いや、来たね、これね、来ましたね。ということで、どうしようかな、はい、まずは3号走破おめでとうということでね、はい、モニュメントを見に行きましょう、行きましょう。ということで、寺さん、
いや、できました。来ましたよ。国道3号終点。行きましょう。イエイ。ということで、皆さん、はい、国道3号走破完了しました。おめでとう。おめでとうございます。ここを目指してきたんです。来たね。ということでね、はい、国道1号、2号、3号ということで、はい、あのとりあえずとこ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 ね、はい、やってまいりましたが、はい、これにて完了でございます。完了ですね。まあ頑張った僕たち。とりあえずそれで終了なんだけども、はい、この後どうするかっていうのをね、しっかりとまた発表したいと思います。はい、場所変えましょう。はい、ということで、はい、3号線終点まで来て、はい、モニュメントがある地下駐車場に戻ってきたんですけれども、はい、雨降ってるんでね、すいません。価格が変わらずすいません。あのね、そういった形で3号走りました。はい、で、総走行距離、映るかな ?1833.4キロ走りました。ということで、国道3号に関して、え、なんか国道3号に関しては、はい、総延長が 507.1キロなんですけど、はい、原動として存在するのが442キロなんですよ。おお、そういうことですね。なんで、国道3号に関しては444キロ走りました。で、プラスしてこの1号、2号、3号でかかった給油の料金、はい、はい、出ました。出ました。いくらですか？1万9002円です。はい、ということで、そんなにかかんなかったね。東京から国道1号、2号、3号走って、はい、給油の料金関しましては、はい、1万9002円の金額でここまで来れましたと、はい、まあ、実際2人がね、うん、移動して、まあ、日数かかるとはいえ、手間かかるとはいえ、うん、1万9000円、2万円いかない金額で、1人1万円以下の金額で、うん、1号線、2号線、3号線を走り切ることができると。そうです。途中ちょっとあの道の駅行くために寄り道したりとか、そういうところもありましたね。結構な寄り道をしたので、まあ、そういったところでかなり走破するだけだったらもっとお安く、うん、1号、2号、3号の走破が可能でございますということですね。はい、はい、これ新幹線だったらもっとそれだけ高いからね。そうですよね。うん、1人1万円の金額でここまで来れるっていうのはかなり魅力なんじゃないかなという形ですね、うん、はい、はい、ということで国道3号走破ということで、うん、本来の目的の1号、2号、3号ですね、はい、の、国道走破の旅っていうのはここで終了なんですが、はい、はい、延長戦いきたいと思いますということで、はい、国道3号の旅延長戦ということで、はい、せっかく鹿児島まで来たんだったら、はい、鹿児島最南端、いや九州最南端、はい、行ってみたいと。佐多岬っていうところなんですけどね、はい、延長戦これからね、佐多岬の方に車を向けたいと思います。行きましょう。行きましょう。畳岬、はい、に向かって車を向けたいと思います。鹿児島来て休まないんかいみたいなね。いや、そこはね、なるべくね、面白いところっていうのをね、皆様にお届けするために私たちやっておりますので、はいはい、ここでホテル取ってね、いや飲み行こうぜとかそんなにいらないです。いらないです。向こうまでやったからね。そう。はい。ということなんで。失敗したし。はい